時どこだっけ。ずっとこんな風だった。セックスです。あの日、あの言葉から私はずっとあたりがよく見えない、暗いところにいた気がした。あ、暗かりじゃない、私たち青の中にいたんだ。この色が欲しい。この色なんだかな。同じ言葉聞いて、カズさ。俺は菅原さんに性欲を感じるけど、だからって本当にしたいなんて全然思ってない。もういいよ。広くない。多分俺が自分のこと、自分の気持ちと、その性欲についてとかよく分かってなかったから、きっとカズさん、菅原さんも誤解させたり不安にさせた。泉もよく分かってないの。カズさんとしたくないわけじゃないけど、カズさんには性欲以外のこと、ずっと一緒にいて愛情とか家族みたいな感じとか、そういうのが強くて。私もそう。カズさんを性的に見るのがなんかまだ恥ずかしいっていうか。私もそう。あんま急いで変な感じになるのも嫌なんだ。これから先もずっと一緒にいたいから。いきなり関係が変わりすぎるのが怖いのもあるし。わかる。そうなの。そうなんだよ。性的なことに興味もあるけど嫌悪もあって、その二つはちっちゃい頃から知ってる泉とうまくイコールにならなくて。そうそう、だけど好きなんだよ。可愛いって思うし、いつかはって。そう、かっこいいし、いつかは。ごめんなさい。俺こそごめん。